結構外車がやっぱ多かったんで、うんうん、なんか買うなら外車みたいなの勝手に思ってて、女子自動車部愛車紹介のコーナーです。はい、始まりました。ひろきさん、なんですよ、女子自動車部、女子自動車部の愛車コーナーです。はい、緊張してますね、今日ね、暑いですからね。いやもう暑くて下も回らなくなってますけれども、まあまあまあ、頭が回ってないじゃない、どちらかというと。元々です。元々、はい、失礼いたしました。はい、というわけで、はい、今回はですね、立教大学の、うん、飯島さんに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。すごいですね、はい、もうすでに外車が見えますけども、はい、おお、赤のミニクーパー、はい、ミニクーパーですね。これ何年ですか？これは2008年ですね。あ、2008年なんだ、はい、大きくデザインって今変わってないですもんね、ミニクーパーは基本的には、うん、そうです、でもこれぐらいしか知らなくて。あ、そっか。でもこれ5ナンバーですもんね。今の方がもうちょっとでかいのかな、もしかしたら。いや、大きい気がして、そうだよね、だんだん大きくなってる気がします。そうそう、なんか5ナンバーだったっけなって一瞬思って、はい、ちなみにこのこだわりポイントはどこなんですか？でもやっぱ白ホイールが結構意外と珍しい、まあ、汚いけどね。こだわってるけどダストが汚いよ。そう、結構まめに洗車してるんですけど、ちょっと最近ちょっと行けなくて。じゃあそういうことにしておきましょう。ひろきさんだって走って練習してるんですよ、見てください、タイヤも。練習、マッチ走って練習してるか、はい、ただ単純にこう何もそう面倒くさがってるか、どっちか、うん、どっちですか？でも結構よく練習行くんですよ、これで、うんうん、だからすぐ汚くなっちゃうのはあります。どこで練習するんですか、実際？もう浅間台が近いので。あ、そっかそっか。とか、あとまあ部活だと水上の方行ったりとか、うん、ああ、砲台の方かな、はい、ああ、なるほどなるほど。ちなみになんですけど、はい、そもそもこの車を選ばれた理由とか、まあ、きっかけみたいなのもぜひ聞きたいんですけど。立教だからじゃない？なるほど。でもちょっとあるかもしれない。ちょっとある。ほら、あるって。結構外車がやっぱ多かったんで、うんうん、なんか買うなら外車みたいなの勝手に思ってて、まあまあまあ、でなんかミニ可愛いなって思ってて、でかつ送ってもらってた、送り迎えしてもらった先輩、うんうん、女の先輩だったんですけど、がマニュアル乗ってて、男の先輩って言われてもなんて答えるのか。そうです。その先輩がやっぱマニュアルやってて、はい、すごい憧れて、はい、私もマニュアルがいいと思って、うんうん、まあ、それでマニュアルで調べると結構少なくなるじゃないですか。ああ、確かに。でその中で一目惚れしたのが、うん、ミニ、この赤のミニだったっていう。可愛いですもんね。そうですね、デザイン的にも。そう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 。え、免許は初めからマニュアル免許だったんですか？はい。あ、でも遅くて取ったのが、うんうんうん、2年生になる前とか。あ、結構遅かったんですね。はい、へえ。そうなんですよ。確かに最近オートマ免許多いじゃないですか。ほとんど自分の男友達でもオートマ免許多いから、うん、意外とその自動車部入って、ね、はい、マニュアル楽しくなったから限定解除するみたいな子もいたりするんですよ。うんうんうん、はい、うん、初めからマニュアル取るの珍しいっすね、はい、なんでマニュアルで取ろうと思ったんですか？やっぱ部活入ってたんで、もう。あ、そっか、あ、そっか、2年って言ってましたもんね。そうですね、だからやっぱマニュアルかなと思って。ああ、なるほどなるほど。っていうのはあります。はいはいはい、確かにマニュアルの方がね、遊べるし楽しい。結構楽しいっすね。はい、ということでこれはマニュアルということですね、じゃあ。はい、マニュアルですね。せっかくなんでちょっと中、内装を見てみましょう。はい、このミニは内装がおしゃれですよね。お、はい、確かにね、うん、あの丸いメーター昔からですよね。昔のミニのクラシックカラーもそうですけど、そうですね、丸いメーターで、うん、そうですね、これは結構中で運転してると、はいはい、やっぱ興奮します。興奮するっていうか、やっぱ気分が上がります。あ、うん、せっかくなのでちょっとエンジンルームとかも見てみましょう。いや、僕その前に多分きっとおしゃれな車が好きだと思うんですよ、うんうん、多分好きなポイント内装あるんじゃないかなと思って。あ、じゃあ聞いてみましょう、はい、お気に入りのポイントをぜひ教えてください。これでなかったらこれ逆にあれみたいな、嘘かなみたいな今までなっちゃいますけど。ですね、内装好きなポイント、メーターメーターって言ってる、メーターメーター、ほらメーターだってよ。メーターはでもやっぱよく乗る、まあまあ、横乗りしてもらった時とかもやっぱよく触れてくれることが多いので。すごいこうアイコニックなんですよね、メーターの形状というか。なかなかそのミニクーパー以外にこうやって丸いメーターをこう採用してるところってあんまないんで、可愛いですよ ね、 すね。この型の後になっちゃうとメーターとスピードメーターこの辺一緒になって、 あ、 そうそうそう、あっち側がナビになっちゃうんで、ね、このメーターになってるのは多分この型だけなんじゃないかなと思うんですけど、形状もね、あのまん丸の中に確かナビになってるような気がする、はい、そうなんですよね、はい、うん、ということでメーターが好きと、はい、メーターが好きと、はい、言わせたくなりましたけどね、今ね。いや、だって、はい、だって
他にじゃあ聞いてよ、他にどこがいいんですかってじゃあ聞いてください。あ、白ホイールがいいって言ってましたから。白ホイールは一番序盤に言いましたね、はい、ちょっと脱水汚いですけど、うん、まあまあ、はい、車が好きっていうより、うん、なんか運転するのが結構私好きなので、あ、結構運転しやす、慣れたからかもしれないですけど、うん、運転しやすいんですよ。あ、確かにそれはあるかもな。あと結構あのウィンウィン言うんですよ。ウィンウィン、ウィンウィン、ウィンウィン、いきなり分かりづれ例えてるけど、ウィンウィン、え、何こうクラッチつなぐとき、そうです、あ、なるのが個人的には結構好きです。へえ、まあ、ちょっとせっかくなんで、あのエンジンルームをそうですね、ちらっと見てみたいかなと。またこのボンネットがね、大きいですよね、ここのライトのところもね。 いいね、このクリアハギがまた自動車部感がすごい。それでも、それで安かった。あ、逆に、まあ、赤だからしょうがないところありますよね、うん、これどこから開くの、これダブルキャッチじゃない、違う、いける、おお、なるほどね、そうなってるんだ。お、どこにある、ここ場所は分かるのにいつも開けられないんです。どっちに引くんだ、上に上げる、はい、あ、これか、あ、こっち、おあ、でも綺麗だ、エンジンルームめちゃくちゃ綺麗ですね、ノーマル、はいはいはい、はあ、うんうん、オイル交換ちゃんとやってますね。あ、この間やりました。おー、 5W40、 あれターボでしたっけ、じゃないです、あ、NA です。あ、ちょっと硬いオイル使うんですね、へー、すごい、全然ミニクーパー見たことないですけど、うん、どうなんですか山中さん、ミニクーパーのエンジン、え、これ僕に言われてもなかなかね、あの答えづらい質問にはなりますけど、はいはい、あ、でもミニの多分エンジンっておそらく BMW と共通だと思うので、はい、おそらく1シリーズとかと一緒なんですかね。これ排気量っていくつですか、1600ですね、1シリーズって、そしたら1シリーズと一緒かもしれないですね、1シリーズの1600だったはずなので、うんうんうん、はい、なるほどね、うん、はい、お、あ、ネジが1本ない、ネジが1本ないですねしてます、ミスファイアしちゃって一気と、え、でそれで交換して、うんうん、でその時になくしちゃって、あ、で、まあ、これカバーっすよね、まあ、カバーですね、でじゃあまあまあっていうので、まあ、え、ミスファイアした時自分で直したんですか。いや、あとガソリンスタンドでバイトしてて、お、あの店長があの教えてくれて、あ、こうやるんだぜみたいな、一緒にやりました。あ、池谷先輩みたいな感じ、確かに確かに、まあ、店長さんだから池谷先輩じゃないと思うんですけど、イニシャル D 味を感じますね、はい、いいですね、はい、ということで、はい、今回ミーンの紹介ということで、はい、そうですね、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定、カスタムパーツ大歓迎、お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり、車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。